リチャード・ヘロン・アンダーソンはアメリカ陸軍の職業軍人であり、米北戦争で手柄を立てた。南北戦争の時は南軍の将軍としても仕えた。アンダーソンはその謙虚さでも注目された。アンダーソンはサウスカロライナ州サムター郡にあるステートバーグの町近く、ハイヒルズ・オブ・サンティのバラハウスプランテーションで生まれた。ウィリアム・ウォレス・アンダーソン博士と、その妻メアリー・ジェーン・マッケンジー夫妻の息子であり、アメリカ独立戦争の英雄でその名をもらった、リチャード・アンダーソンの孫だった。アンダーソンは1842年7月に、陸軍士官学校を、同期56人中40番目の成績で卒業し、第1アメリカ竜騎兵隊の名誉少尉に任官された。1842年は、ペンシルベニア州、カーライルのアメリカ陸軍兵舎での実習のため、騎兵学校で働いた。1843年は、西部での辺境任務につき、最初は、アーカンソー州リトルロック、次に、インディアン準州内にある、ギブソン砦とオシタ砦の守備隊を務めた。その連隊は1843年に、合衆国インディアン代理人を護衛してレッド川に行ってオシタ砦に戻り、そこに1844年まで泊まった。アンダーソンは1844年7月16日に少尉に昇進し、1844年から1845年はルイジアナ州、ジェサップ砦で勤めた。その後連隊は1845年のテキサス軍事占領のために遠征し、アンダーソンは1846年に新兵徴兵業務に携わった。米北戦争の時、アンダーソンは1847年3月のベラクルス包囲戦に参加し、続いて6月9日にラホヤ近くで小戦闘に加わった。8月19日のコントレラスの戦い、翌日のサン・オーガスティン・アルタプルコ近くの小戦闘、及び9月8日の森のデルレイの戦いに参戦した。サン・オーガスティン近くでの戦闘における勇敢さによって8月17日に、中尉に名誉昇進した。9月12日から14日のメキシコシティの戦いと、その占領にも参加した。メキシコでの任務が終わると1848年7月13日に第2アメリカ竜騎兵隊の中尉に昇進し、1849年は再度新兵徴兵業務に携わった。1849年から1850年はカーライルのアメリカ陸軍兵舎に戻り、続いて1852年までまた新兵徴兵業務に携わった。その後、テキサス州のいくつかの施設での辺境任務につき、1852年から1853年は、グラハム砦、1853年から1854年は、マッカベット砦、1854年にサンアントニオ、及び1855年のマッカベット砦と続いた。1855年3月3日に大尉に昇進し、1855年から1856年は、カンザス州、ライリー砦で勤務となった。1856年から1857年に、かけての宗教紛争の間はまだカンザスで勤務し、その後1858年は、新兵徴兵任務と最後のカーライル兵舎勤務となった。1858年から1859年に、かけてのユタ戦争に参加し、1859年から1861年は、ネブラスカ州カーニー砦で勤務した。アンダーソンはその故郷である州と、アメリカ連合国に着く道を選び、アメリカ陸軍を退役し、南軍に入隊した。1月28日付で、第1サウスカロライナ風評連隊の大佐としての任務を受けた。4月のサムター砦占領後は、チャールストン港地域の指揮官を任された。7月19日に準尉将に昇進し、フロリダ州ペンサコーラに転属となり、10月9日のサンタローザ島の戦いで左肘を負傷した。この傷が回復すると1862年2月に旅団指揮官としてポトマック軍に加わった。半島方面作戦では5月のウィリアムズバーグの戦いとセブンパインズの戦い、及び6月から7月の7日間の戦いで頭角を現した。グレンデールの戦いでは、ジェームズ・ロングストリート少将の師団を一時的に指揮した。半島での優れた功績により、7月14日に少将に昇進し、ロングストリートの第1軍団で第2師団の指揮を任された。8月の第2次ブルランの戦いでは、アンダーソンのかけた攻撃が、北軍の戦線を突破し、ワシントン DC 周辺の塹壕まで撤退に追い込んだ。9月のアンティータムの戦いでは、南軍防衛線の中央にあって、くぼんだ道路すなわち、ブラッディレインでの全体指揮を取った。アンダーソンは太ももに負傷して、戦場を離れその後はその師団がつまずき始め、最終的に北軍の側面攻撃に圧倒されて、その陣地から回走することになった。その後12月のフレデリックスバーグの戦いでは、その師団は激しく戦うことはなかった。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いでは、ロングストリート隊と離れて行動しており、アンダーソンは、ストーンウォール・ジャクソン中将が、北軍の右翼を攻撃している時に、北軍左翼を押し込んだ。アンダーソンと、ラファイエット・マクローズ少将は5月3日に、主戦線を離れ、東に向かって、ロバート・イーリー将軍の後方に回り込む、恐れのあるジョン・セジウィック少将の、第6軍団の前進を牽制した。5月10日のストーンウォール、ジャクソンの戦死に続いて、リーはその軍隊を再編し2個軍団から3個軍団に変えた。アンダーソンは、リーの覚えが良く、軍団指揮官にと考えられたが、その師団はこの時中将となった、A.P. ヒルの新しい第3軍団に割り当てられた。7月のゲティスバーグの戦いで、アンダーソンの師団は7月1日に、西から町に接近する行軍で3番目になったので、到着が遅くなり、初日の戦闘にはほとんど関わらなかった。7月2日、戦闘の2日目、ロングストリートによるその右手への攻撃に続き、アンダーソン師団は、北軍中央近くを攻撃した。アンダーソンの右手は、北軍アンドリュー・A・ハンフリーズ准将の、第3軍団の師団を、エミッツバーグ道路に沿ってうまく攻撃していた。アンブローズ・アール・ライト指揮下のその中央は、守りの軽いセメタリーリッジ突き破っており、翌日のピケットの突撃で成したよりも前に進んでいた。しかし、その左手は必要とされる機運を維持できなかった。カーノット・ポージーはつっかえつっかえ動き、ウィリアム・マホーンはセミナリーリッジから全く動かなかった。北軍の援兵がライト隊に反撃をかけ撃退した。アンダーソンはこの日の指揮で批判された。彼はその旅団をほとんど効果的に統率しておらず、すべての旅団を応対で攻撃させる作戦では、成功に乗じるための予備隊がないということであり、よく理解されなかった。7月3日に、ピケットの突撃が弱ってきた瞬間に、アンダーソン指揮下のカドマス・M・ウィルコックスと、デイビッド・ラングの旅団が投入されたが、どちらも撃退された。スポットシルバニアの戦い、5月10日の戦闘1864年春、荒野の戦いでは、ロングストリートが重傷を負い、アンダーソンが指揮を代わって、オーバーランド方面作戦の間指揮を取り続けた。荒野の戦いの後、スポットシルバニアコートハウスの戦いでは、アンダーソンがうまく戦った。アンダーソンとその師団は5月7日に、州野の強行軍を行い重要な陣地を確保し、北軍部隊がそこに到着する直前に、そこを占領した。その地点に到着して守ることで、北軍がリー軍を回り込んで、リッチモンドに向かうことを阻止した。アンダーソンは5月8日から12日までの激闘も持ちこたえた。アンダーソンは続いて6月初めのコールドハーバーの戦いに参戦し、6月半ばから10月にかけて、ピーターズバーグの南での北、バージニア軍残り部隊による作戦に加わった。5月31日には一時的に中将に昇進した。ロングストリートが1864年10月19日に治療から戻ってくると、アンダーソンは元の少将の位に戻されたが、新しく作られた第4軍団を率いて、ピーターズバーグ包囲戦から1865年のアポマトックスコートハウスへの撤退まで戦った。北軍騎兵隊による数回の攻撃でその軍団は弱っていったために、アンダーソンの動きは鈍くなり、何度も停止して攻撃を跳ねのけなければならなかった。このことで西に移動するリー軍の残りとは孤立するようになり、この時、軍全体の後衛になっていた。第4軍団はついに停止して4月6日のセーラーズクリークの戦いに入り、敗走で終わった。リーはこの光景を目撃し、軍隊は分解してしまったのかと叫んだ。軍団の生き残りが再結集し、4月8日に第3軍団の残りが第2軍団に吸収された軍隊に合流した。このことで、アンダーソンには指揮する部隊がなくなり、サウスカロライナ州の故郷に帰った。アンダーソンは1865年9月27日に恩赦を受けた。ただし仮釈放の記録はない。戦後、アンダーソンは1866年から1868年までステートバーグで農場経営をし、綿花を育てた。これに失敗すると、サウスカロライナ鉄道の代理人となり、1868年から1878年までカムデンで働き、1879年にはサウスカロライナ州のリンサンジオ検査官兼代理人になった。アンダーソンは57歳の時にビューフォートで死に、そこのセントヘレナエピスコパル教会の教会墓地に埋葬されている。ありがとうございます。